はいどうも、トヤです。今日はですね、僕がまだ日雇いどっぷりハマる前に、パチンコ屋で住み込みで働いてたんですけどもね、その時にちょっと知り合った、女の子のね、淡い思い出の話を今日はちょっとしていきたいと思います。まだ僕が人生楽しいなと思ってた時の話なんですよ。はい、まだ実家を出て間がない頃やったんで26、7やったと思うんですよ。その時の自分っていうのはまだ日雇いどっぷりやってなくて、あそこに泊まってたんですね。大吉のパチンコ屋があるじゃないですか。大吉のパチンコ屋のちょっと先駅寄りに行ったところにドヤがあるんですよね。ドヤがあるんですけど、ちょっと相場が高かったところなんですよ。センターアイリンのど真ん中じゃなくて、大吉の辻沿いにあるところ、あれ中央なんとかっていうホテル名やったかな、あれ当時ね。そこに泊まっとって、値段もね結構高かったですよ。2000何本とかやったんちゃうかな思います、当時で。倍ぐらい高かったですね、普通のドヤよりか。そこに泊まりながら、仕事探しとったわけですよ。はい、まだほんまに家を出て間がない頃、ああどないしょう、どっか住み込みの仕事せなあかんなということで、でたまたまスポーツ新聞見たらパチンコ屋の応募があったんですよね。で、場所を言うとちょっ と分かってしまうかもしれないんで言わないですけども、JR ですぐなんですよ、新今宮から。で、あここいいわと思って、でも、手持ちの金がなくなってきたら、そこの店に電話して、なら面接に来てくれっていうことでね、パチンコ屋住み込みで面接行ったんですよ。でほんなら面接で採用ということになりまして、でいつから来れるっていうことで、で何時事故からって言うたかな、明日から来れますって言うたかな、ちょっと忘れましたけども、一旦土屋に帰って、それから行ったんですよ、荷物持ってね。で荷物もまだ当時容器あったんちゃうかなと思うんですけども、その時はロッカー別に借り取って、月決めのロッカー借り取って、でそこに他のものをね、ちょっと大事なもの、貴重品とかを入れたりして、で貴重品、大事な印鑑とか持って歩いとったと、つてにも離さず持ってたと思うんですけども、ちょっとしたものは月決めロッカー契約しとったんで、そこに入れているっていう形で、でパチンコ屋に入ったんですよ。でパチンコ屋はね、その時初めてそこが初めてのパチンコ屋かって言ったら違うと思うんですよね。僕和歌山の方のパチンコ屋とかにも行ってましたから、その時は勤まらなくてすぐ辞めたんですけどもね。でそこのパチンコ屋、経験はあったんですけども、ほぼほぼ経験がないっていう感じやったんでね、経験なしっていうことで働きに行って、で近くにもう一個系列のパチンコ屋があったんですよ。そこのパチンコ屋もうこれ言うと分かる人は分かるかもしれないですけども、はい。でそこに住み込みで働くっていうことになって、初めてやし、ちょっとあれやなと、緊張するなみたいな感じで、どんなんかなと思いながらね、当時まだ20代後半やったんで、まだ今みたいに絶望してなかったんでね、そんなんで働き出して、なら働き出したら、男の従業員が僕入れて3人おったんですよ。3人おって、で、他の人も住み込みなんですよ。であとは主任がおって、で主任は、その身内でやってるパチンコ屋やったんで、その身内なんですよね。身内で、韓国系の人やったらしいんですよ。韓国系の人やったんですけど、もう見た目は日本人やし、普通に喋るしね、その主任はすごい僕ええ人やったんですよね。でええ人やったんですけども、そういうところに就職して、就職されて、ほんで他の人らも住み込みで、で年も近かったんですよ。
だからすごい木があってね、でそこの、まあ、古株言うでも、まあ、2,3 年やったと思うんですけども、まあ、自分僕よりも2つ3つ年上やったかな、その人が、まあそこの、まあ、班長っていうか、まあまあ、そういう感じやったんですけども、まあいい人やってね、ならちょっと八木くん、ちょっとこの仕事終わったらうちの部屋おいでやみたいな感じで言ってくれて、でまあ部屋に遊びに行ってね、でもう一人の子も来とって、で僕らの班男全員来とって、全員でもまあ3人やけどね、まあ、主任は来えへんかったけど、でまあみんなでまあちょっとまあその子ゲームしながらね、なんかいろいろ話してみんなで、うん、酒は飲んだかどうか忘れたけど、でまあいきなりこう受け入れてくれたんでね、なんか受け入れてくれたし、まあまあ話しやすい人やったんでね、仲が良かったんですよね、その店結局、うん、反対番の人らはちょっとどうやったか知らんけどもね、うん、早番遅番ってあったんで、でまあ僕が入ったところはなんか結構良さげなところで、うん、でそれでまあ働くようになって、で前借りもできたんですけども、その時僕は前借りせえへんかったんですよね、前借りせえへんかって、自分全然前借りせえへんな、前借りやできんねんでとか言っていて、俺が入った時は俺も全然金なくて、もうトイレの水飲んどったんやとかいう、そういう話を回して今自分はその時お金あったんでね、その前借りはせえへんかったんですけども、まあそれでもまあカツカツはカツカツやったと思うんですけどもね、うん、で当時はまだ荷物も多かったんで、服とかもどっさり持って行ってたと思うんですよ、はい、いろいろ髪の毛もちゃんとセットもしとったしね、で男が3人で、でカウンターの女の人は2人ぐらいおったかな、2人ぐらいおって、で、はい、そんなんで、で主任でしょ、で俺ら3人と、であとなんか常に事務所におってカメラとか見てる人も1人いましたわ、まあでもそれも主任の身内の人やったみたいでね、何も言わへんか言ってけへんかったし、話すこともなかったしね、ほんで女の子がおったんですよ、アルバイトの女の子らが派遣なんですよね、派遣で何人、毎日2人ぐらい来とったかな、コースが5コースぐらいあって、で今日は君ここのコース、今日は君ここのコースみたいなね、毎日こう変わっていくんですよ、でアルバイトの子らのコースも決まってるんですよね、でその、班長みたいな人のがなんかその女の子がめっちゃ好きで、で女の子のバイトの子とかもすごい仲が良かった店やったんですよね、で自分もちょっとずつこう話するようになっていって、違う感じで、で飯はね近くにもう一個の店舗があったんで、そこで、飯食わしてくれとったんですよ、食堂で、うん、でもう歩いて行ける距離やったんでね、まあ、歩いて 1,2 分でそこまで飯は食いに行ってて、で部屋もクーラーが効いてレーダーボンがちゃんとある部屋でね、うん、もうお蕎麦の時とかやったら音がガンガンうるさいんですよ、でうわこれうるさいなとか思いながらもね、もうでも慣れてきたらまあ寝れるようになって、それでも寝れるようになったんですけどもね、それでもやっぱうるさかったですよね、寝とったら軍艦マーチが鳴り出すんですからね、ダーンダーンダンダカダンダーンって、ほんなら「ああ今仕事始まったんか」とかって寝ながらなんかそんなこと考えてまうんですよね「ああ今俺仕事始まったか」とかね、でまあ早番の時は嬉しかったですね、仕事終わったらもうなんか遊びに行ったりしてましたからね、みんなで遊びに行ったり、まあ、みんなでパチンコを打ちに行くのもあったりもあったしね、統計っていうのが取りに行かなあかんですよ、それもみんなで交代でやっとったんですけども、うん、
まあ、その統計取ってる店とかに、まあ、パチンコ一緒に打ちに行ったり、まあ、してたんですけどね、はい。でも客層が悪かったですね、すごい客層が。はは。でその従業員とも客がなあなあになってて、で偶数でかかったら交換せなあかんです、奇数でかかったら、まあ、継続して売ってるんですけども、そんな台あってね、それでなんかもう古い、あの古いその2その古株の班長とかもう客ともうあの通通になっとって、あの偶数でもあの知らんぷりしてね、まず交換させらんと、交換札ささんとね、そのまま継続して打たしたりしてましたわ。なんかあれ金もらっとったんと思いますよ。なんか実際そんなん聞いたしね、そんな話、うん。なんかその時はあのカードやったんですよね、なんか3000円とかのカードを買って、それでなんかやるんですけど、客がそのカードを忘れていく場合があるんですよ。ほなそのカードをなんか自分で集めて、それを自分で現金で買えてとかね、あと客に売ったりとかもしてましたね、その人らはね、うん、まあ自分もそんなんやろう思ったらできたんでしょうけども、自分はそこまでせえへんかったですけどもね。あと終わったら飲みに行こうやとか言って、でその客のスナックとかに飲みに行ったりしてたんですよね。まあそんなまあやってましたわ。それぐらいも客と通通やったですね。あれあんま良くないと思いますけどもね、あれ、うん、もうその班長とその客が通通やったっていうのもあるし、もう一人の子も結構仲良かったですね、客同士で、客とも仲良かったみたいで、うん。でまあ女の子とか バイトの女の子とかともなんか地元の祭り一緒に行ったりとかしてて、で、まあ、僕もねそのうちの一人の女の子、と仲良くなって、あのメールアドレス交換してね、ちょうどガラケーでまだスマホのある前やったんですけども、そのメール交換して、で女の子は車で来とったんですよね。で車で来て、今日は私何コースやわとかいう、こうあのメールをしながら、そういうやり取りをしながら、あの時は楽しかったですね。あ今日は何々ちゃんが店に来る日やわとか思いながら楽しかったですね。で一緒にまあ仕事終わったら、その女の子の車でね、あのパチンコに行ったこともあったしね、楽しかった、はい、楽しかったですね、あの時は。まあ、うん、か結構可愛い子やったんですよ。22、23の女の子やったかな。ほんで自分が26やったでしょう、うん。でその女の子はね、あの彼氏と同棲しとったんですよ。同棲してんのに、それで僕とこう一緒に飯食いに行ったりしとったですね、うん、はい。まあそういう思い出もありながら、うん、まあ、そういう楽しいこともあったんですよね、はい。まだ僕がドカタする前ですわ、はい。もうドカタするようになったらもうめっきり女っ気なくなっていきましたけどもね。でもあの店はね、ほんまに僕それからパチンコは何軒も行ったけど、あの店はほんまに仲が良かったですね、従業員同士主任もいい人やったし、ほんで月1回飲み会っていうのがあったんですよ、パチンコ屋でね、うん。もう一個の系列の店も一緒に飲み会みたいなのがあって、うん、従業員を大事にしてましたね、あそこはね。なんか、うん、飲み会、まあ、僕は嫌やったですけどもね、嫌やったですけども飲み会みたいなのがあって、まあ、一応自分もそういうの参加してましたけども、飲み会があったり、月1回飲み会があったり、あとあれ、ラーメンとかも毎月くれてたんですよ。まあ、どっさりですよ、あの1個や2個とかじゃないですよ、どっさりくれとった、カップラーメンやらなんか、うん、毎月ね。だから最初のうちはラーメン食っとったけど、だんだん食わんようになっていったら、ラーメンすっごい溜まっていきましたもんね
あの出る時めちゃめちゃラーメン持って帰ったのを覚えてますわまあそんな店やった、うん、で南も近かったしね、南も近かったし、うん、ちょっと遊ぼ仕事終わってから遊ぼうと思ってもそうやって行けたしね、はい、まあ僕もいろんなパチンコ屋行ったけど、中にはひどいパチンコ屋もあるからね、あの前借りできへんパチンコ屋ってあったかな、ちょっとわざあったような気しますね、あったような気しますわ、ありましたわそんな。で主任班長がじきじき金貸してくれたっていうのもあったしね、いやこの店は前借りとかないんやわって、でも自分金困ってんだと俺貸したるからとかで、そういうところもありましたね、はい、まあほんま仲良かったです、あの店。ほんでまあ女の子とも仲良かったし、従業員同士仲良かったしね、うん、うん、まあそんな思い出ですがありますね、うん、まあその女の子とも結局まあ、自然消滅みたいな感じでね、あのまあその女の子が店辞めたからね、うん、店辞めてであれした連絡つかなくなっちゃったんですけども、はい、どうしてんのかな、うん、やっぱあの店の雰囲気がいいってなるとやっぱ続きますよね、働きやすいですよね、それは思いますわ、はい、はい、以上です。